当の涙もろくて、でも最後にですね、涙を取っとこうと思ってずっとこらえる2年間でした。で最後すごい景色を皆さんと見るつもりでした。だからこういう終わり方になって正直戸惑っていますし、悔しいですし残念に思っています。やはりまとまりませんでした、すいません。伝えたいのは本当に感謝だけで、あとは思えばもっとできたこともあると思いますし、ここの選手たち、ここに残る選手も、違うチームの選手もいると思いますけども、また僕はちょっとどうなるか分からないんですけど、ここに立っているみんなのこれからまた応援してほしいなと思います。ありがとうございました。